電波組インクのねメンバーの一人である夢みねむさんがグループの卒業とね芸能界を引退するということで、まあ、少し前にニュースになっていましたけれども、私は昔ですね、夢みねむというかっこよすぎる名前についての考察というですね、動画を出したことがありまして、そうなんですよね、私いわゆるその名前フェチなんですよね。人の名前のね由来とか意味とかを考えたりね、まあ、名前の響きを楽しんだり、まあ、もし自分にね、名前がなかったら一体俺は何者なんだろうみたいなことをですね、まあ、朝まで考えたり、まあ、とにかくその人の名前について考察するのが、まあ、結構好きなんですよね。そしてこの夢みねむ、この名前はですね最強なんですよ。もうね完成されすぎてるんですよ。まあ、どういうことなのかということはですね、まあ、過去出した動画でね説明してますんで、まあ、概要欄の方にねリンクを貼っておきますんで、気になる人は見てみてください。さて、そんな夢みねむさんもう少しで芸能界からいなくなってしまう。だから私は思いました、もっと名前を堪能したい。で、名前を堪能するためにですね一番いい方法は何かといったらですね作文です。まあいわゆるあいうえお作文ですね。夢みねむの湯何々、夢みねむの目何々、みたいな感じでですね名前であいうえお作文を作るんですね。これがですね、まあ、人の名前を堪能する一番いい方法なんですね。まあ、これはもう我々の業界でも常識ですからね。ということで私ですね今回ですね、夢みねむ作文をですねいくつか作ってきました。はい、夢みねむさんのね残り少ないアイドル人生をね少しでもいいものになるように願いを込めて、まあ、今回ねそれをね披露したいと思います。ではいきましょう。夢みねむ作文その1、夢みねむの湯許さねえぞ。夢みねむの目、メダカたちよ。夢みねむの身、みんな。夢みねむの根、根絶やしにしやがって。夢みねむの無、無理。俺も無理。はい、でこれね何をまあ表現したね夢みねむ作文かと言いますと、メダカの学校をね、作詞した人の今の気持ち、はい、これをですね、表したものですね。皆さんですね一度は聞いたことあると思います。メダカの学校こうはってやつですね、はい、でこの、まあ、同様のですね作詞をした人が、チャキシゲルさんという方らしいんですけど、チャキさんがですね、この歌詞を書いた時代っていうのはですねメダカといえばもう人々のね身近にいる、まあ、そういう生き物だったわけですね。でもこの現代メダカの学校はですね崩壊しちゃってるわけですよ。もうクローズのスズラン高校みたいなもんですね。学校として機能してない。その原因はですね、我々人間なわけですね、自然破壊を繰り返した結果メダカたちは数を減らしていったわけですね。だからチャキさんね、もうお亡くなりになっているんですけどね、もしチャキさんが生きていて、YouTuber に、ね、なったら、まあ1本目の動画でね、こういうはずですよ。どうもチャキです。おいマーラ、まあ、ふざけんなよ、俺の歌詞台無しにしやがって。まあ、こんな感じでね、うん、でもね本当にチャキさんね、まあ、電波組インクのね歌詞書いてほしかったですよね。さて、ではですね、まあ、次の作品に行きましょう。夢みねむ作文その2、夢みねむの湯、ゆずとコラボしたいな。夢みねむの目、目立ちたいから。夢みねむの実、ミーシャとコラボしたいな。夢みねむのね、ネットで話題になりたいから。夢みねむの無、無理だけどね。はい、これですね何を表現した夢みねむ作文かと言いますと、ゆずミーシャ症候群ですね。
これですね、まあ、YouTube でね動画投稿してない人には分からないと思うんですけれども、ずっと YouTube やってるとですね、定期的にですね、柚塚ミーシャとコラボしたくなるんですよ。僕はですね、大体、月1ぐらいで来ますね。これをですね、ゆずミーシャ症候群というふうにですね、言うんですね。はい。で、原因はですね、未だに不明なんですね。いや、もう僕はあれですね、ものすごい長い下り坂とか見ちゃうともうやばいですね。もうゆずとコラボしたくなっちゃうしね。他にもね、雪の中走ってる子供とか見ると、ミーシャとコラボしたくなっちゃうしね。で、この、まあ、YouTube をね、やるっていうことはですね、これゆずミーシャ症候群との戦いですからね。で、まあ、ちなみにですね、私、これ見てもらうと分かると思うんですけど、これね、これゆずミーシャパッチっていうんですけどね、このパッチをね、ここに貼ることによって、こう定期的にこの、なんていうんですかね、ゆずとミーシャを補給してるんですけれども、このパッチ使っててもね、やっぱそれも月1ぐらいでコラボしたくなっちゃうんでね、まあ恐ろしいですよね。まあ私と同じようにですね、まあこの夢見ねむって名前かっこよくねと、まあそういうふうに思う人はですね、この夢見ねむ作文、まあ作っていただいて、名前をですね堪能していただければなと、まあそういうふうに思います。ということで、以上加藤下でございました。